いいんですけど、それぼーっとしてる中でふと思ったんですけどね、カニ食いザルとかさ、アリ食いって言うじゃんね、もうアリを食うやつじゃないですか、アリを食うね、もうカニを食うね、ああいうやつがその専門のやつ、カニ食いザルがカニ食った時ってすげえうめえのかな。もうだって遺伝子の中に俺はカニを食うやつだっていうね、そのカニばっかり食べて、そのいろんな他のやつを食ってたタケノコ食いカメとかもう絶滅したわけじゃん。それはあんまうまくいかなくて。だけど、カニ食いザルに関して言うと、ね、その、カニを食う。ね、カニを食ってエネルギーにする。でいて、他にそのカニを専門に食うやつがいないから、その、バナナ食いザルの種類のやつは生存競争がすごい激しいけど、そのカニ食いタイプのやつはずっとこうカニ食ってきたから、カニを食ってきたおかげでカニを食えば俺たちは生き延びられるっていうことがもう何万年もあるわけだから、そいつはもう、カニを、より好き。で、あと、よりカニを消化しやすいとか、カニを取りやすいみたいになってるわけだから、カニ食いザルが、こう、仕方なく他のものを食ってるとき、バナナ食ってるときよりも、カニ食ってるとき超うめんじゃねえかと思う。アリ食いも、アリ食ってる、アリなんて他の奴らはあんな酸っぱくて美味しくないと思ってるけど、もう、アリ食いだから、アリ食ったときのアリ食いは、ドッグフードも食うと思うんですよ、アリ食いも。上野動物園とかそんな生きてるアリを用意できないから、基本的には上野動物園では、ドッグフードをあげてますって、アリ食いの飼育、スペースの看板に書いてあって、なんかすごいがっかりしたの覚えてんだけど、ね。で、あいつも本来のアリなんだ。アリ食った時にもう、超うめえわってなると思うの。だから、アリ食いはもう食べログのアリ専門店の点がもう甘い。すごい甘いと思うんです。ね。で、何が言いたい、それで、話はちょっと変わるんですけど、後輩芸人の吉本の、カイ君っていう、うちのチームの野球チームキャッチャーやってる子が、千葉県の白井っていう、もう梨どころの出身で、毎年、なんか、うまい梨を送ってくれるんだよ。なんか、すごく傷みやすい。すごく傷みやすいから、そんなに数も作ってなくて、あんま流通してないんだよ。とっておきのやつを、その、地元パワーで手に入れてくれて送ってくれるわけ。で、これから今年も来たんだけど、これが、もう、びっくりするうまいの。で、もう、他のものを作って食うとかそういう気力はないんだけど、もう、冷蔵庫のでっかい野菜室に、もう、丸々その、並々、梨が入ってて、朝からそれを掴んでは、例の梨むき器でくるくるくるってやって、もう朝から3個ぐらい食べちゃう。まあ、うまいわけ。みずみずしくて、もう喉乾いてる。寝てる間に寝汗かくから、めちゃくちゃこう喉乾いてるところの、めちゃめちゃ冷たい、最高の梨を食う。で、もうめちゃめちゃうまいから、連続で3つぐらい食べて、もうそれだけで仕事行ったりとかしてんのね。俺、梨食い人間なんじゃねえかと思うの。もともと。梨食い人間なのに間違って米食って育てられてるだけで、俺多分梨食い人間なんだなっていうのを、思った。3時間ぐらい思った。3時間ぐらい。俺多分梨食い人間なんだわって。そうかっていう。多分、うちの、俺、本当は俺も千葉あたりで、千葉の鎌ヶ谷とか、その白井あたりで、もしくは鳥取で生まれてる梨食い人間なのに、何らかの理由で米で育てられちゃっただけで、あんなにうまいわけないんだから。もし俺が優先順位が梨じゃない生き物なのに、あんなになんかあんまりうまくて、くるくるくるって巻いて、でいてシャリって食べたのに一回立ったりするからね。一回すくって立ったりするからね。あーっつってもう一回座ってゆっくり食べたりとかするからね。で、もうその、梨の汁がポタポタ垂れることをあまりにみずみずしいから垂れることを恐れてると味わい尽くせないっていう理由でもうゴミ箱を首の前にセットしてゴミ箱の上で食べてるからね、食べてても、それでもうまいんだから。
だからもう、ああ、そっか、俺はなし食い人間なのか、なんつってね。家を出て、でも、暑さがやばすぎるせいで本当に怒った、本当に怒ったことなんですけど、先週の何曜日だっけ、すっげえ暑い日に、暑いと最近ね、あのタクシー呼ぶアプリ全然来ないの。全然捕まんない。今捕まりません。あの、僕の使ってる Go っていうシステムは、今捕まりませんって、まずしばらく、手配しますってから、待ってると、今捕まりませんって出るわけ。で、捕まりませんけど、優先パスを、980円かな？優先パスを、いや、もしかしたら500円ぐらいかもしれない。優先パスを、使って、今すぐ呼びますかっていうのが来るの。で、これよくわかんないんだけど、要は今実車の車に優先パスで待ってる人がこの辺にいるからって言うと、その、タクシーの運転手さんが、じゃあ、今この乗ってる人を、降ろした後に向かうとこれぐらいで行けますよっていう、まあまあ、その、空車を探すんじゃなくて、実車の中で、次に空くやつを探すらしい。で、その、すぐにあいつ諦めて、今いっぱいですから、つって、優先パス使いますかって言ってくるのがまずムカつくんです。まずムカつくのと、あと、癖でさ、タクシーの運転手さんにさ、タクシーの運転手さん聞いてますかみたいな、ね、呼びかけるけどさ、今、まあタクシーの中はラジオついてないもんね。運転手さんがよっぽどラジオ好きで、実車の時は聞いちゃいけないっていうルールらしいの。まあまあ、会社にもよるんだけど。で、実車の時は、変なちっちゃい画面の中で、山崎れなばっか喋ってんな、みたいな。ね、また山崎れな喋ってんなと思いながら。山崎れなはスライドなのかな。あれを見てて。で、この間聞いた運転手さんは、実車じゃない、お客さんが乗ってない時は聞いてもいい、みたいな。で、やっぱり多分自分のスマホでもう、ラジオが設置されて、割とジャパンタクシー系のタクシーは全然ラジオが設置されてもいないから、自分の携帯で聞くとなれば、まあ、聞いてもいいよ、みたいな状況で。で、まず、ラジオの、タクシーの中でラジオが鳴ってるって状況には合わなくなってるし、で、若い頃は、とにかく、ラジオを聞いててくれるのはタクシーの運転手さんだから、タクシーの運転手さんに聞いてますよって俺はすげえ嬉しくて。で、タクシーの運転手さんに聞かれてるイコール、自分がちゃんとラジオで売れてきたっていうことだったんだけど、今やそれもなくなったから、話戻ってタクシーの運転手さんに、聞いてますとか知ってますって呼びかけてもダメなんだけど、意外にそのタクシーの運転手さんが、それ俺が GO に払ってる優先パスっていうものの存在を、そんな優先パスの存在はなんとなく分かってない。なんとなく分かってるけど、しっかり知らない人が多いわけ。で、こっちは余計にお金を払って来た運転手さんが、もう分かんない。ナビで迷ってんのとか見れると、俺余計にお金払ってんだよみたいな嫌な気持ちになって、その、タクシーに乗ることがある。で、ごめん、最初その予定で喋ってなかったのが、GO 腹立つっていう話に、ね、GO ムカつくって話に行っちゃって戻ってこないんだけど。あ、そうそう。で、朝、暑い日はとにかくもう毎日暑い日の通勤時間とかになると、もうタクシーアプリでタクシー呼べないか、もうちょっと金よこせの、今言った優先パスを使えば来ます、みたいなシステムに、まあ、なってるわけですよ。で、その日も、行かなきゃ、もう行かなきゃっていう時間になっても全然捕まらなくて。でいて、優先パスにしたんだけど、この運転手さんが道に迷っちゃったかなんかして、一方的に向こうからキャンセルされるっていう最悪の状態。最悪の状態。また新しい愚痴が湧いてきちゃったんだけど。Uber も Go もそうなんだけど、そういう向こうのせいで来れないときは、了解のボタンしか押せない意味がわかんないんだよね。来れませんとか、例えば Uber も向こうの都合でご飯がキャンセルされましたって言って、そこのに出てくるボタンは2個ない。もう1個だけ。了解のボタンだけなの。
了解しないよっていう。なのに、うちに着いたのに俺が出てこないっていう時からの、早く出なさいみたいな命令、すげえスピードで出るわけ。で、これが、人といっぱい付き合ってよかったなって思うのは、これ前に座ってる河野和夫も、ね、今はここで笑ってくれてるけど、芸人をやってるけども、ウーバーやってる。ね。で、しかも、うちの、野球チームでタクシーの運転手さんをやっている芸人もいるわけ。そうすると、運転手さんの辛さとか、ウーバー運んでる方の辛さもすっごいわかるから、なんかその怒りが、運んできた人とか、乗っけてくれた運転手さんに行くことはないんだけど、だからま、ここに必ずウーバーの会社自体とか、Go の会社自体にすげえ行くんだけど、また戻んなきゃダメだよ、これ。で、いて、朝よく戻れてるよ、今日。ね、まだよく戻れてるよ。だって、家に帰る帰り道に、あの話途中まですごい勢いでしたけど、俺結論言った覚えがないなって話いっぱいあるし、で、多分ラジオ聞いてる人はそんなこと100も承知で聞いてるだろうし、朝、ものすごい暑い日の朝、行かなきゃなんない仕事があるのに、捕まらない。で、さらに優先パスみたいなやつを、使ったにもかかわらず、どうやら路地に迷い込んで迷子になっちゃったらしくて、そっからブツッと向こうの諸事情でキャンセルされたんでまた呼んでくれになっちゃって、これもっかいこれ繰り返したら無理だってことになって、俺結局バイクで行こうとした。もう自分でも暑いけど、もうバイクで行こうつって。で、六本木にある、制作会社のスタジオに行くと。で、バイクで行くとなると、今駐車場を探さなきゃならないから、その界隈にちゃんと有料の駐輪場があるかって調べたら、まあ、ここにありますよっていう、ね。で、いて、じゃあ行こうつって、結局バイクで行くから、そのバイクでそこに行ったら、その制作会社のスタジオのすぐ横に駐輪場あります。バイク専用の駐輪場コインパークありますってなって。行ったら、そこに2台のブルトーザーがアスファルトを掘り返してるところで、止めらんないの。で、止めらんなくて。で、ちょっと離れてる、六本木の、まあ、まず行くことのないミッドタウンの地下に、バイク専用の駐車場がありますっていう。もう、まあ、ミッドタウンに用がないんですよ。ミッドタウンに行く理由は何にもないんです。で、いて、でもそこに止めようと思って、めちゃめちゃ暑いな、バイクそこ止めて、で、ミッドタウンの中通って、あーなんかわかんないけど、みんな結局うんこになるのになーなんて素敵なご飯なことと思いながら、ね、いろんなこう素敵なご飯を、ね、みんな大体似た感じのうんこになりますけどね、と思いながら、こう出てきて、で、表の道を5分ぐらいかな、5、6分、炎天とこうやって歩いてるわけ。で、歩いてたら、途中、横断歩道で立ってたら、本当になんかぼーっとしてきて、ふーって横を見たら、なんかその、ペットの、猫ちゃんの美容室みたいなのがあって。で、ガラスの、その、ウィンドウみたいな、こう、待機中の猫みたいな、子猫が、なんか2匹ぐらい、一匹はもう眠くてしょうがないのに、一匹はじゃれてるみたいな、灰色い猫と茶色い猫が二人で、それすごい可愛いなと思いながら、可愛いなと思ったら、17分経ってた。はっつって、はぁーっ化け猫めと思いながら。まあ、僕は、それこそ、その、こういうことが知ってるように、病的に遅刻が嫌いだから、異様に早く出るんで、こんな感じになってもなお、17分はギリになっただけなの。まだ、あれだけ大騒ぎしながら行っててもなんだけど、びっくりしたね。本当に、取られたっていう感じ。ずーっと猫を見ながらニコニコしてるまま。びっくりするぐらい汗かいてて、ああ、なんか、もう、俺かなり終わってんなと思いながら。で、まあ、なんだかんだ収録を終えて、帰ってきたら、全然そのミッドタウンのルールとかよくわかんないから、とりあえず言われるままにお金払うんだけど、バイク止めて2400円取れたよ。2400円。だから多分あそこはお買い物をしてれば相当安いんだと思うんだけど、ないから、俺の、梨がゴロゴロ置いてあってくれれば食べますけど、買いますけど、ないから、そんな感じ。で、野球もやんだけど、気をつけながら、本当に気をつけながらやってるから、あれだけど、アウトカウントとかすぐわかんない。全員で言ってるアウトカウント違うような回出てくるから、まあ本当に、
困ったものです。月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力。からSaya野球も一応8月入ると、草野球やめんです、一旦。それはそのリーグの方針でやめるんですけど、ついこれは最後の試合、前半戦最後の試合があって、まあ暑くて、でかなり早朝の時間からやるんですけど、それでもやっぱ暑いんだよね。暑くて勝ちたいよ、それは勝ちたいんだけど、基本的には僕としてはみんな健康に帰ってほしいっていう、だからちょっとでも自分に変調があったら言ってくれと。で、僕自体はプレーでは貢献できないから、いろいろサポートしますよっていうんで、多分、俺今日本の芸人で、2位、冷却スプレー。スプレーをめちゃめちゃ仕入れて、とにかくベンチにもうすごい量置いて、で、帰ってきてちょっとでもクラッとしたら、そのスプレーをかけ続けるっていうのが俺の、その、役なんですけど、張本勲以来のスプレー打法っていう、もう右に左に打つことから、張本勲さんはもう、全方向にヒットを打つんで、スプレー打法と言われてるんです。それぐらいスプレー。だから、俺日本の芸人で2位ぐらいスプレー買ってる。1位は矢島竜だけど、俺はね、エンターテイメンっていうぐらいの、もう片っ端からみんなにスプレーかけ業をやってるけど、で、ちょっとチャンスだから三塁コーチ行くわって三塁コーチ行ったりすると、アウトカウントがもう途中でわかんなくなっちゃって、あ、まだノーアウトだよなって聞いたらもうツーアウトだったりとかしてるから、もうね、なんか大変ですよ、ほんと大変ですね。で、前回もちょっとさ、僕は野球が好きで、それこそそんなことを言いながら一応気をつけていて、誰一人として、倒れる人が出ていませんけれども、野球をやっちゃう人間が自分のことを棚に上げてなんですけど、高校野球どうだろうみたいな話するじゃないですかね。そしたらあれですよ、全く逆の理論を、元ロッテの里崎さんが自分の、YouTube チャンネルで言ってまして、毎年この時期になるとそういうことをほざく奴らがいるんだよっていう口調で、で、謎の、甲子園出たくてみんなやってっからいいんだよってのが、まずメインでね。でいて、謎の理論なんだけど、国体のサッカーの方がもっとひどいのに何にも言わねえんだからいいっていう理論なのね。違うんだって、国体のサッカーもダメなんだって。国体のサッカーなんかもっとダメで、多分優勝しようと思うと1週間に5、6試合やる。この暑さの中1週間に5、6試合って、よく逆に言うと奇跡的だよね。で、あとはこう、それこそね、トンネルズのタカさんとちょっと野球の話をする番組があって、2週に連続で出て、1週目はほとんど野球の話できないっていう、ね、しないまま終わったんだけど、ちょっと俺の方にもネットニュースで入ってきて、で、僕は高校野球これ危険なんじゃないかって言ったりして、見出しだけ見ると、タカさんは、否定的、その意見に否定的だったみたいな書き方なんだけど、実際内容ではそうじゃない。内容では、そうは言っても、タカさんは帝京で甲子園目指してた人だから、自分が甲子園に出た芸人たちに対する敬意なんかを考えると、やっぱり甲子園っていうものが、やっぱり人生に関わるのは確かだ。ただ考えなきゃいけない時期には来てるねっていう話を、ずっとこう、してたんだけど、もう一週分ちゃんと撮ってて、もう一週分も自分としては充実した時間ですごい楽しかったってなったんですけど、まあ甲子園すぐにはやめられないとするならば、もうあとはあれだね、ポケットエアコン買ったんだけどさ、もうああいうのつけていいことにしないの、空調服とかね、もう本当に里崎さんはとにかく甲子園来るやつなんか鍛えてんだから大丈夫なんだっていうの。で、一理あったのは、甲子園に行けなかった名門チームの人たちって、炎天下もっときつい練習するケースが多いから、だったら甲子園出た方が楽だっていう話なんだけど、それも違くない？ねえ、それも含めてやめた方がいいっていう、もう、さすがにダメだって俺は話だと思うんだけど、
俺はもうせめて、今大会明日の試合から空調服ありにした方がいいと思うな。部品っていうね。やつ。さすがにあの片手で持つ USB の扇風機はダメだと思うけど、俺の使ってるあの背中の中央のところに、冷蔵庫のあの素材みたいのピトってくっつけて、そこだけすげえ、あそこを涼しくしとくと結構周り涼しくなるみたいな、もうそういうレベルにしないと、ダメだと思うよ。里崎さん聞いてるかどうかわかんないけど、まあ、またほざいててごめんね。俺たちはもうとにかく鍛えてるから甲子園出るようなやつは大丈夫なんだっていうことですけど、勇気あるよなその発言っていう。僕は相変わらず誰か死んじゃうよってすごい思ってますけどね。でいて甲子園は心底好きなんで、今週は1日2日行けそうな日があるから見に行きますけど、なんかねどうかと思う。もうあれ裸に塗るみたいなのにする。裸あのもう服が熱いから裸に直接あの書く感じ、大阪桐蔭っていうのを書いて、でいてそれ背中の中央のところに冷える素材を置いてとか、脇の下に何か挟んでとか、なんかもうそういう風にしないとダメな気がするね。何度も申し訳ないけどね。曲バックナンバー、怪獣のサイズ。強豪校はやっぱ甲子園行けずに負けたりとか、その甲子園ので早く負けたりとかすると、結構あの時期に猛練習になるから、だから、甲子園やめなくていいっていう理論はわかんない。やめなくていい理論はわかんないけども、確かに甲子園にいる人だけが危険な感じになってんのとは違うか。ね。で、サッカーはインターハイから今やってんの。だから、ありとあらゆるスポーツでちょっとやばそうな感じには相変わらずなってるかな。まあまあ、そんな人の心配をしてるうちに多分、未だにもしかしたらだよ。俺は今ラジオで喋ってる気でいるけども、まだ六本木で猫見てる可能性もあるからね。ぼーっと、ね、ぼーっと可愛いなってなってる可能性もあるからね。自分の心配しろって話だね。TBS ラジオジャンク、この時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りします。ドラマ化も話題の人気漫画トリリオンゲーム、コミックス7巻まで発売中。稲垣理一郎と池上良一が描くわがまま男のマネーゲーム、1兆ドル稼いでこの世の全てを手に入れる小学館。デビュー50周年を迎える伊藤蘭が再び日比谷野音に帰ってくる。 TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th Anniversary Tour Started from Candies 追加公演決定。最新アルバムレベル 9.9 の楽曲とともに、今もなお輝き続けるキャンディーズナンバー満載でお送りする50周年記念ツアー、10月21日土曜日日比谷野外音楽堂で開催。チケットは好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。ラジコもポッドキャストも TBS ラジオ。もうだから夏場今冷蔵庫が大変でさ、その梨、白井町の梨がまあ一箱ドンってきて、でいてもう冷やしただけでめちゃくちゃうまいで、冷えてて欲しいんですよ。でいてさらに神さんがあのスイカ友達、なぜか横須賀のスイカ農家のおじいちゃんとすごい仲が良くて、
で、いつもスイカ送ってくれるんだけど、スイカが3玉、4玉ぐらい送られてきて、でっかいのが送られてきて、で、お裾分けすればいいのに嫌だから。俺のだから。で、謎の、今取り組んでることが、スイカを、大きなタッパウェアに入れて、まあまあその何段かに分けて冷やしたいんだけど、どれぐらい無駄なく冷やすかっていうことで、その皮の分はもう冷やさなくていいわけじゃないですか。だからこうスイカをこう切った上に、キューブ状の塊をたくさん取っていくわけですよ。で、それを、こう、立体テトリスぐらいの感じで、その四角い、こう、タッパーウェアの中に、こう、くまなく詰めていくっていう作業をずっとやっていたり。で、さらには、この間岩手に旅行に行った時に、結構大量購入してきた、その、松ぼっくりっていう、その、牧場で作ってる松ぼっ、なんとか牧場で作ってる松ぼっくりアイスっていうのが、まあ、うまくて。で、まあ、うまいんで、結構な量買っちゃったから、それも冷蔵庫に入れなきゃなんないんだけど、ふとね、ふと。ちょっと、それこそ、この河野和夫にいろいろ頼み事をやったりとか、野球やってる時も、その草野球やる時も、上から数えたら俺が一番キャリア長くて、次が河野和夫ぐらいなんだけど、うちのやり方は、キャリアの上の、ですね、お笑いで言うと縦社会の上の人間が雑用をするとうまくいくっていう考え方だから、そうすると、道具運んだりとか、それこそ、ボールが足んなくなったよみたいな買い出しをするのが、河野和夫が多いわけですよ。僕と河野和夫がそれをやることがすごい多くて、で、こんなすげえ働かせてるかだっていうことと、何より、僕の開発した、梅ベースのね、梅と甘酒をベースにした、あの、かき氷のタレ、ね、シロップっていうよりはちょっとジャムっぽいんですけど、そのかき氷のタレ、梅の夢と書いてあるバイム、ね、究極のレシピを作り上げたはずのバイムの、作り方を完全に忘却するという形で、まあ、この門外不出のバイムを、去年はついに河野和夫に振る舞ってあげたのにもかかわらず、今年は僕も食べることできないですけど、この河野和夫に、夏の元気なご挨拶としてのバイムをあげることができないわけですよ。で、だったら、バイムの代わりにはなかなかならないけれども、松ぼっくりのアイスの、あれどれかな？500ミリぐらい入ってる、入ってる、ちょっと業務用のやつ、業務用のお土産用の、松ぼっくりアイスのヨーグルトとあとミルクを、ごめんねっていう、お嬢ちゃんと、ね、お嬢ちゃんと奥さんには伝えてくれと、ね、僕のミスのせいで今年はバイムをあげられないから、代わりと言っちゃなんだけど、美味しいアイスクリームを見つけたから、この食べてね、家族で食べるってねって言ったら、で、コールを返したら、速攻でお礼のメールが来るっていう。ね、バイムの時には一切なかった。美味しいアイスをありがとうございますっていうお礼がすぐに来るっていう。で、こっち側からは返事として、バイムの作り方がもし分かったら、今年も夏は長いだろうから、また送るねっていうのに対しては返事が来ないです。一切返事が来ないです。ね。今だから、ちょっとそういう意味じゃ、バイムに関しては永久に忘却する方向で行きたいかなと思ってますけどね。とりあえず、暑いんでなんとか冷たいもん食ってしのいでますよ。月曜日、一流ミュージカル深夜の番組から。サーモン将軍と再会したマルハニッチーロ、12年前から変わらぬカリスマ性に惚れ直す。次回パイレーツマルハニッチーロ、回転寿司で12年連続人気1位サーモン将軍、炙りマヨが一番うまい。マルハニチロ。尾道にある小さな豆腐店、うちの豆腐は東京なんぞは持っていかん。もっといろんな人に食べてもらいたいんよ。もう好きにせい。そこにあるのは変わらない思い、
優しく温かな父と娘の物語。お父ちゃんの作るお豆腐は柔らこうて甘くて、豆本来の苦みも残して、お父ちゃんそのものの味。出演、藤達也、麻生久美子。映画高野豆腐店の春、8月18日全国ロードショー。それこそ買った時には誰一人そんな機能いりますって言ってた、あのエアコンのエアコンが Wi-Fi につながるんですよ。もう何年になるだろう、5年ぐらい前に買った自分の仕事部屋のエアコンは Wi-Fi の機能がついてて、スマホからスイッチを入れると今例えば家のエアコンを操作することができるし、でいろいろ連動させると、家から500メートル近づいたところからエアコン入れられるんです。俺のいる場所を感知して、500メートルまで来たところで、もともと設定してた温度に部屋が冷えるようになってる機能だけど、結構みんなそれいるっつってたけど、ちょっと羨ましくない？ちょっと羨ましいでしょ。一人暮らしの連中だから絶対そうでしょ。俺が500メートルに近づくと、もうエアコン入るから、最近のには、その当時は、どこかの会社、そのシャープかなんかが力入れてて、で、その後あんまりあの機能が普及したとは聞かなくて、割と安い機種にもついてたから、ありがたく使ってるけど、いいよなんか。だから、しがら一日つけとくのもなんじゃ、いえ、俺がいないの、まして、神さんもいないことが多いから、あのシステムは、今になって正解です。音はつながる、あの頃と未来に、ラジコ。はい、お疲れ様です。じゃあ次はなんだっけ。ねえ、私のラジオ人生も長くなってきたよね。芝浦ディレクターがリスナーの頃からやってるもんね。そうっすね、僕高校生でした。マジで？私もベテランって呼ばれるはずだわ。昔も今もサイマさんは全力で語りかけるから、リスナーもずっと本音で来てくれるんですよ。私が好きな DJ もさ、いつもリスナーと一緒に泣いたり笑ったりしてたんだよ。ラジオは出演者とリスナーが1対1だからね、真剣勝負。僕もそんな風に応援してるよって伝えたくてラジオを仕事にしたんです。サイマさんのおかげです。あー、シバディが軽音の同級生に告白したいってメールくれたよね。あれ結果って実らなかったから今があるんですよ。はい、 CM 開けます。この後もラジオの時間をお楽しみください。 TBS ラジオファム大募集。ファムとはファミリーのこと。あなたのお店や職場にフリーマガジン TBS ラジオプレスを置いて TBS ラジオファムになりませんか？スーパーマーケット、飲食店、ロビーなどに置けばお客様へのサービスにもちろん無料。詳しくは TBS ラジオのホームページをチェック。ラジコポッドキャスト TBS ラジオ。ジュニカル深夜のバカ力。教えて老害さん。ツイッターつってると、もう老害さんなのかね。なんかテレビとかでも X で X 元のツイッター X でって言うじゃん。めんどくさいわ。
イーロン・マスクめんどくさいわ。多分 X でってみんなが言う頃に X あんのかっていう問題もあるし、今ほんと変な感じになってるよね。そのツイッターじゃないのにツイートするっていうのはどうなのよとかも含めてね、あ、名前変えた方が良かったの？わかんないけど、名前変えることで踏ん切りつく人の方が多いんじゃないの？いや、実は、そのツイッターの機能自体は俺頑張ってる気はするんだよ。その、かなり強引にやろうとして、接続障害とかいっぱい出てた頃は一応超えて、割とそのツイッターの、元のアプリとか新機能とかそこそこ機能しだしてんだけど、そのタイミングに X、ツイッターいないよ、X だよみたいのをやった方が良かった。なんか今じゃねえ、むしろそういう話題に一回しとかないとダメみたいな。なんだっけ、ツイッターの代わりに、これどうですかみたいなやつで、みんなが進めてたやつ、スレッズ。スレッズはスレッズで、スレッズパソコンで見れないんですよ。もう見れるようになった。まだ多分ダメだと思うんだよね。スレッズも、なんかスレッズ進めてくれた人の勢いと、その後ちょっとしてだんまり感が、クラブハウス感あんなっていう。クラブハウスはもう絶対来たよって言ってる人の感じに、すごい似てるなと、まあ、老害さんは思うわけでございます。このコーナーはですね、55歳ね、老害そのものの私がですね、Z 世代の皆さんにですね、その、老害世代の暮らしぶりを教えするという。ちなみに、ダウンタウンバーサス Z 世代の第3弾の収録がこの間ありまして、無事呼んでいただくことができました。すぐオンエアだと思うよ。もう10何日ぐらいにオンエアだと思うんだけど、なんか個人的に良かったのは、攻めてんなと思ったのが、日テレの番組じゃないですか。日テレの番組で、24時間テレビのメインパーソナリティをダウンタウンがやった年がある。もう何年前だろうな。水木有沙がまだ14、5歳ってたから相当前だと思うんだけど、の特集があったんだけど、まあ尖ってるよね。まあ尖ってて、なんか、よ、あの、武道館でやってるとさ、もう、終わりの日のお昼過ぎぐらいにさ、いろんな人が来るじゃん。長嶋茂雄さんとかいろんな人来るところに、その当時優勝したばっかりの水戸泉さんが来るんだけど、水戸泉さんをボコボコ叩いてたよ。水戸泉が少し切れてたよ、なんか。ね。まあまあ含めてちょっと面白かったんです。よかったら見てください。いきます。ペンネーム、チェリマツ。ねえ、老害が若かった頃っていろんなところでカブトムシが取れたんでしょ。もしかしてチンチンに蜜塗ったら飛んできた。クワガタにチンチン挟まれなかった。もう別に普通にもう子供、僕の小学校の段階では東京でカブトムシが野生のものが取れることはなかったんだけど、誰かが飼ってたものが逃げてくるっていうパターンはあったのよ。でプールの授業中になぜかこうプールにカブトムシが落ちてくると、それから夏1ぐらいあったりとか、なんかこう、盆踊りとか行った時に、壁にな、その、どっかから、多分そこで発生したことはない。どっかから、逃げたのであろうカブトムシがいるが限界で、ただ、神奈川の厚木あたりではもう結構取れて、今どうなんだろうね。それがわかんないけど、その神奈川の親戚には、東京の子は、カブトムシ金で買うらしいな、みたいなこと言われたのと、未だにこう、年に一回だけ、うちの親父が、風月堂のゴーフルっていうあの、なんていうの、ウェハースのお菓子みたいな、の丸いでかい缶に、シルクハットぐらいの大きさのあの缶に、びっちりでかいカブトムシを持って帰ってくるっていうのが、3、4年続いたんだよね。異様な量なんだ。異様な量のそのカブトムシを、持ってきてて。なんか、どこで取ってきたのって言うと、すっごい面白いこと言ってるみたいな顔で、カブトムシの国に行ってきたよ。なんていうのね。全然面白くないのよ。そういう、もう全然心の中で、そういうんじゃなくてって思ってんだけど。取ってきてくれなくなると困るから、それだけなんか強烈に覚えてんの。八ヶ岳カントリークラブとか言ってたから、なんかその年一でその親父が会社の仲間とゴルフに
行くたびに、なんとなくその八ヶ岳カントリークラブに行くときは持ってくるみたいな。で、いて、その細かい現地を撮りたいんだけど、カブトムシの国に行ってきてね、なんつって。ああ、うるさい。ねえ。よかったよ。当時はまだ、夏休みで30度になる日なんて3日4日だから。ね。今みたいな気温だったらぶん殴ってるところですよ。小学校高学年にして。続いて。ペンネームナノピコ。あなたのアイドル。ねえ、老害。船歌の歌詞の中に魚は炙ったイカでいい。俺ら好きだな船歌の歌詞。魚は炙ったイカでいいって出てくるけど、当時炙ったイカって魚としてどの程度の位置づけだったの？現在だとそこそこいい位置にあると思うから、でいいなんて言われたら嫌だけどって書いてある。そうだよね、若手と飲み屋行ってなんかつまみ頼めよっつったら、あ、じゃあ俺魚は炙ったイカでいいですって言った。え？それって、お信仰の言い方だよねっていう。お信仰の言い方で、炙ったイカがでいいなんだってなるよね。ごめんごめん。老害さんの子供の頃のお酒のデータはないんだよ。その子供の頃は子供だから。でももう物心ついた時には、もうイカは上級で、真面目なこと言ってもしょうがないけど、え、八代亜紀だっけ？なんか今覚えてるのは、駅ステーションっていう、高倉健さんの主演の刑事映画があるんだけど、刑事映画でこの船歌すげえよくかかるんだけど、この船歌がかかってるのは、北海道のかなりバスへの、飲み屋なんだよね。だ、北海道の漁村では、ああ、炙ったイカでいいっていう感じなんじゃないかな。石井のお弁当くんミートボールでって言うと、そんなの置いてないわよ、つって。わざわざ買いに行くっていうのって。石井のお弁当くんミートボールでいいな。でいいって何よって買いに行かなきゃないのにって思われたのかもしれない。イカがいっぱいあるところが舞台の歌の可能性はある。つまんねえな、本当のこと。ねえ。そうですね。うん。ペンネーム水曜西田。ねえ老害が若かった頃ってウーバーイーツがなかった代わりに納豆も金魚も家まで売りに来たんでしょ。間江戸。落語はこういうこう物売りっていうか、棒の前と後ろにそのカゴつけてそこに物をこう乗っけて売りに来るっていう話が多くて、定番のなんかその金魚とか卵も売りに来たりとかしてたみたいなのがあるので、そういう時代あったと思うんですけど、納豆はわかるけど金魚ってそんなに毎日買うだってね、食ってただって。そうだよね。金魚売りは落語にやたら出てくるけど、ちょっと出過ぎだよね。あんだら、あれじゃない？テリー伊藤の唐揚げ屋さんみたいな、唐揚げブームをドーンって仕掛けて一気に増えたみたいな時期が江戸にあったんじゃない？なんか。そんなに唐揚げいいけどってすぐなっちゃうけど、でもその唐揚げブームみたいな、必ず白いたい焼きみたいな、それ一時的にドーンっていうのが、来たのかね、これは江戸なんでさすがにわかんないです。ペンネームラロッカ。ねえ老害が若かった頃ってインターネットとかスマホってなかったんでしょ。飛行機のチケットはどうやって取ってたの？わざわざ別日に空港に行ってチケット取ってたの？予約変更も今より簡単じゃないよね。価格も変動とかしないの？本気で気になったから教えて。あんまり俺も覚えてないんだけど、旅行代理店で買ってなかった？その各地に旅行代理店があって、わざわざ、その飛行機乗るとこまで行かなくても、そこで買えた気がするんだよな。で、あと、新幹線とかも、その緑の窓口もいっぱいあったけど、今よりいっぱいあったけど、やっぱり旅行代理店が必ずあって、その旅行代理店で買えた気がする。なんか自分で飛行機を取るっていう、飛行機で
旅行に行くがなかったから、その事務所がここ行けって言って飛行機のチケットをもらうことはあったけど、自分で買いに行くことはほとんどなかったなぁ。なんか2回ぐらい使ったことがあるサービスで、当時旅行雑誌、ネットがないから旅行雑誌って分厚い雑誌がいっぱいあって、AB ロードとか海外旅行の雑誌とかあって、で、その手の、広告で見つけた、多分実名ぼかした方がいいのかな、なんとかトラベルっていう名前のところで、そこ電話かけて、チケットないって言うと、なんか何日から何日旅行行きたいんだけど、チケットないって言われると、たまたまあるとすごい安いっていう。そのニューヨーク行くのに13万ぐらいかかるんだけど、今日行って来週ぐらいのスピードで、だから多分キャンセルみたいなものが出るんだと思うんだけど、あの謎の会社、未だに名前も覚えてるけど、未だにあんのかな。でもあれってやっぱ電話で注文すると、お金の支払いを確認した後で、郵送で送られてくるパターンも、それずーっと先のやつはあったような気がする。あんまり細かく覚えてない。ね。ペンネーム、みみかん。16歳ガチ Z 世代です。僕は今コンタクトをつけてるんですが、コンタクトというものはいつ頃できたんでしょうか。体育の授業で球技をする際、メガネでは危ないと思うんですが、目がとても悪い人の場合どうしておられたのでしょうか。教えていただきたいですね。書き方を間違ってるので教えてあげるわけにはいかないです。もっとバカにした感じで来てください、こっちは。ねえねえぐらいのね。こっちが向かってきた、そのエネルギーで答えてきますから。ねえ。コンタクト、多分ね、ハードコンタクトっていう、今も多分あるんでしょ？今もきっとあるにはあると思うんだけど、ソフトコンタクトとかワンデーみたいのがなくて、なんかそれすごい高い金出して、もうそのずーっとそのはめるって、だから、よく、広島カープの達川さんっていう今解説者の人が、野球の試合中になくして一生懸命探すっていう映像が、もう歴史的、もう随分前ですよ。随分前の映像ですけど、珍プレーの歴史みたいなやつで見たことある方いると思うんですけど、あれを、達川さんがワンデイのやつを探してると思わないで。ワンデイいいだろうって代わりあるだろうってなるじゃないですか。あの頃は多分相当高くて、その一生もんの、ある程度一生もん洗ってまた使う一生もんのやつがなくなったんで、まあ僕割と視力がいい方だったからあんまり関わり合いがないんですけど、だったと思いますね。今後もこのガチの世代は、が質問したいという気持ちはわかりますけどね。もっと無礼な感じで。多少その察しがついてても、そうね、チンコに蜜塗ってカブトムシ取らなかったのぐらいの、ひどい感じの、怒りのエネルギー溜めてもらえない。こっち側は答えづらいですからね。これからもちょっと気にかかることあったら質問してきてください。月曜ジャンク一味かかる深夜の話から、現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルテンダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。 TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート、出演は串田明、中川翔子、堀江光子、モジョ、渡辺俊幸。10月1日日曜日、東京文化会館で開催します。詳しくは共同東京 0570-550-799 まで。
TBS ラジオジャンク。この時間は小学館、マルハニチロ、他各社の提供でお送りしました。なんかコンタクトってそのこっちこう目がいいとあんまこう、コンタクトだけに視界に入ってこないじゃないですかね。で、笑っても大丈夫だよ。でそのせっかくだからあんま情報が入ってこないんですよ。入ってこない中でコンタクトっていうのを初めて意識したのはコンタクト自体のこう CM じゃなくてマイティア CL っていう、コンタクトソフトでも、ハードでも、コンタクトレンズをつけたままっていう、目薬の CM で、そんなに普及してんだと思って。あとソフトとハードっていうのがあるんだっていうのを。思ったかなね。せっかく思い出したんで。ね、せっかくあと、ちょっとなんか歌いたかったんで。ね。じゃあ今日はちょっとコーナーやりますか。こちら。直そう私のひどすぎる偏見コーナー。春を愛する人は、心清き人。さて人間というものは人様を色眼鏡で見てしまいがちです。このコーナーは皆さんが持っている偏見を告白することで反省し、世の中をより良くしていこうというコーナーです。ペンネームかば焼き三代。高島屋に呼び込みくんは置いてない。てってんてってってってんてってんてってってってんてっ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 てん。まあまあ。いいですけど、いいですけど、置いてもいいです。もしかしたら高島屋さんぐらい、品揃いのいいお店になってくると、呼び込みくんを売っている可能性ありますからね。呼び込みくんっていつ頃からかね。もうなんか、あの音の心地よさみたいなものにもう、ちょっと洗脳されてるもんね。でさ、その俺がよく行く OK が呼び込みくん置いてんだけど、その呼び込みくんがこれ要所要所に置いてあるから、こう普通に歩いてると、まあ俺の方が距離離れるからフェードアウトしてくる。そう、次の呼び込みくんが、ね、要するに別にさ同時に鳴らしてるわけじゃないからさ、てってんてってってってんてってんてってってってんてっ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 てん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 になってくる感じ。俺、呼び込みくんに囲まれてるっていう。囲まれてんなってなるね。ペンネーム。マーマレードにクロワッサン。固く捜索の際に、段ボールを持って入ってくる人が一番下っ端。ああ、そうだよね。出てくときは、一人一個になってくから、中間ぐらいのやつもいっぱい持ってくるけど、持ってくるときはいっぱい束ねたやつをなんか両サイドに抱えてくるじゃんか。あいつ一番下っ端だな、絶対。ね。早く組み立てろよって言われてる。ペンネーム世界地図。私って褒められて伸びる人なんでというやつは何をしたって伸びない。一回 CM。 ジャンク。緊張キングダムエピソード1、スリムオアノット。緊張の渦巻き誕生から131年後、
金鳥王国では次々と新しい製品が作られていた。大臣様、金鳥炉をちょっと細くしてみました。ちょっと細い？おー、良いではないか。比べていかほど細い？ちょうど 62.222222% 中途半端な。どうやってこの細さに決めた？はい、それは昨今の民の暮らしぶりの変容など様々に考慮し。考慮し？なんとなく勘で。勘？そこに現れたるは金鳥王国の王である。よいよい、勘で決めることも時にまた大事。勘を使わずば勘が鈍り、勘が鈍ると自分では決められなくなる。勘で決めること、それ自分で考えること、勘で決めること、それ自分を信じること。ハンサム。金鳥ルと微妙に細めの金鳥ル。使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。 TBS ラジオ公演ワンス、ダブリンの街角でインコンサート。トニー賞8部門を受賞した大ヒットブロードウェイミュージカル、コンサートバージョンの初来日公演が8月13日まで渋谷東急シアターオーブにて上演中です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。ペンネームソフィーと双子の姉妹。7通りの使い道があるとかいう便利グッズは結局どれも使わない。そうね、そうだよね、スライサーなんだけどみたいな。で、その結局そのスライサーとしても少し使い勝手が、その7通り機能させるため、させるために少しこう機能性が落ちてるから、結局普通にスライサーを買うね。ペンネームソフィーと双子の姉妹。自分を雨男雨女って呼ぶやつは自意識過剰だし、アナルが毛だらけ。いやちょっと待ってください。自意識過剰だしのところまでですらね、なんかそう、どうなのっていうコーナーなんですけど、最後にアナルが毛だらけってなっちゃうと、関連性がわかんないですから。まあ、無理に肯定しようとすると、アナルが毛だらけだから、こう、その、血毛の感じと湿気みたいなものが分かって、今日の湿度目、無理だよ。この偏見はもうひどい偏見だよ、もう。続いて。ペンネーム、豆腐小僧。〇〇のお笑い担当でーすとか自称しているアイドルは大して面白くない。いやいやいや、そのとも限らないですよ。そのアイドルの中ではお笑い担当だろ、そいつよりも面白いやつがいなくて、面白いやつがいなくて、そいつより受けたいという意識があるやつがいなければお笑い担当、まあでもそうか、それだと大して面白くないわなっちゃうか。そういうことかね。人による、ペンネームソフィーと双子の姉妹。松岡修造は全然ルーラーを使わない。一生懸命帰りそうだよね。一生懸命帰りそう。ペンネームイエロー軍曹。高嶋ちさ子は自転車のベルを異様に鳴らす。すげえ鳴らす、すごい鳴らすから。バイオリンを弾くときに、こう、必要な力を鍛えるための、バイオリン弾いたことねえから何がその、人差し指と親指の握力が何に使うのかわかんないけど、あれが必要だと、だからやってるのかもしれない。やってんならね、やってんならね。ということで、みんな偏見です。みんな偏見ですからね。自分の中に、こんな偏見があるって気づいた人はですね、私はこういう偏見を持ってしまいましたっていう懺悔のために送ってください。お待ちしております。曲、サウシードッグで魔法が解けたら。 TBS ラジオジャンク。この時間は小学館
マルハニチロ他各社の提供でお送りします。また明日から仕事か。みんなゾンビになったら会社行かなくてもよくなるのにな。そんな世界があるんです。アニメと実写映画化、限界社畜がゾンビに人生救われる、前代未聞の青春ロードムービー系コミックス、ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと、発売中。小学館。今年の夏も大昆虫展。目の前のカブトムシを触りながら観察できる触れ合いの森、ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫たちも多数展示します。 TBS ラジオ主催大昆虫展 in 東京スカイツリータウン、夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは東京スカイツリータウン空町5階スペース634で9月3日日曜日まで毎日開催中。詳しくは大昆虫展の公式ホームページをご覧ください。新勝ち抜きカルタ合戦会。番組オリジナルのカルタを作ろうという新勝ち抜きカルタ合戦会のコーナーです。このコーナーは毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。対戦するのは前の週に勝ち抜いたカルタと現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。勝つごとにあ行、か行、作業と進んでいって負ければ予選ブロックに戻ります。和行を勝ち抜ければカルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗するとテーマは消滅になります。さあ、今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中のこちら、トンネルズの細かすぎて伝わらないモノマネに出てほしい細かすぎるモノマネがテーマの復活熱望、まあ、復活してるんですけど細かすぎて伝わらないモノマネカルタ、今週はハ行のカルタになります。対する予選ブロックから登場のカルタは、まあ、令和を生きる私たちには犬も歩けば棒に当たるとかよくわからないので、とりあえずもう犬か棒かどっちか出てくるカルタを作ろうというテーマの令和犬棒カルタです。今週は他行です。なんかね、犬ウィークと棒ウィークが結構あって、今日、まあ、結局読むのがどっちになるかわかんないけど、棒多めだったような手応え、ネタ選んでる限りは。それでは行きます。まずはこちら。細かすぎて伝わらないモノマネカルタ。天然、ランニング大好き。歯。歯科の動きでカラスを威嚇している少爷。で、なんでそんなことするかっていうとね、傷つけたくないっていうね、とにかく例えばなんか石を投げたりとか罠をかけたりとかじゃなくてね、その翔英の持ってるそのなんていうの、体から溢れるエネルギーで頑張って頑張って来い来いみたいなあれでなんとかしようとしてんでしょうね。でいて近所にすげえ怒られて泣いちゃう、最後うるせえっつって、カラスよりおめえがうるせえっつって、はあっつって、ペンネーム、イエロー軍曹、は、バルーンアートの存在を全否定する武田鉄矢。なんでダメなんだよ、バルーンアート。バルーンアートの武田さんのケチの付けどころがあんまわからないよね、最終的にね。こんなものはね、スキンですよ、スキン。ね、卑猥なんですよ、かな。もうこのパターンずるいわ。ペンネーム、キリングガンス。は、ハシビロコウのモノマネをする山村もみじのモノマネってなるさ、そんなのないじゃん。ケースが、その山村もみじさんが、なんとなくツンって済ました感じはさ、なんとなくできる感じはするんじゃん、なんか。ツンって済ました。なんなら片足上げてっていう。じっと動かない。なんとなくさ、完成形はさ、想像力でなんとかなるけど、いつよ。いつなんでよ。
ペンネーム、ニコタマ、ニコタマ金次郎。は、はみちち、はみちちとシリに言っているのに、何度やっても、ファミチキが検索されてしまい、切れる長州力。ハミチチって、ファミチキを検索しようとしてハミチチ出る方が、ケースとしては多いと思うけどね。ペンネーム、虹色ろうそく。は、ハーフスイングをめぐる攻防。止めて、審判がボールつって、で、内心焦ってんだけど、まあもう止めましたしっていう顔をしてるのと、急に振り向いてアピールする、キャッチャーと、で、一塁の審判に確認して、一塁の審判はいけない、あんまよく見てなかったって顔しながら、まあ振ってません、セーフ、ボールって言って、で、そこで決勝を変えて監督が来るみたいな、この辺かな、この辺までかな。うん。ペンネーム。BJ サトル、は、恥ずかしがったり照れたりせずに、下ネタのペンネームをきちんと最後まで読み上げてからしっかりツッコミを入れる。テレビだけではなく、ラジオもよくわかっているみちょぱ。あー、ちゃんとしそうだね。ねえ、こういうのやめてくんないっていうのは、全部ちゃんと読んでからだよね。バカじゃないっていうのは、もうこれ全部言ってからだよ。く、あとたまに、よくこんなの考えつくと思うわ、みたいのも、ちゃんと入れてく。みちょぱってやってんの、ラジオ。なんとなく、このせいで聞きたくなるね。このネタを読んだせいでやり、聞きたくなる。ペンネーム、暴れん坊地蔵。非。秘密の県民賞で、出身地の埼玉県のいいところを言おうとするも、うまく話せず、いつの間にか埼玉県をディスってしまうモグライダーともしげ。いや、なんかこう、いや、あんまり何もないんですけどっていうところで焦っちゃって、こう期待させすぎるとダメだなみたいなことが頭をよぎって、結局何にもないところなんですけどとか、他の県と比べれば大したことはないんですけどって言いすぎちゃって。ペンネーム虹色ろうそく。ビアードパパを見つけた人。シュークリームの。あったじゃねえ。探してたのかな、その、ショッピングモールの、その、地図で探してたんだけどっていう。なんだよ、ビアードパパ。モノマネでも何でもない。しかもだって今俺が思いつくセリフが、あっただけだから。ビアードパパを見つけた人。ペンネーム、あー、これ使えそう、母さんと白熊さんが、ヒコロヒーと納言みゆきの喫煙所での会話。もうなんかもういそうだもんね、すでにね、ちょっと風味が似てる人ので、さらにヒメルテヤ、ヒおかわりの時にヒコロヒーが納言の鈴木みゆきと間違われた時の対応と、納言の鈴木みゆきがヒコロヒーと間違われた時の対応の差。あー、なんだろうね、みゆきさんの方が明るくっていうか、むしろ喜ぶみたいな。別に同等に売れてるけど、そんなに売れてねえよみたいな、ちょっと笑いながら言いそうな感じだよね。ヒコロヒーの方が無視というか厄介だから触らないでおこうっていう感じ。この、ペンネームジョーカーマーチ、非、病院の待合室で患者の名前を呼ぶも返事がないので、徐々にイラつきが隠しきれなくなる看護師。あー、河野さんなんです。河野さん、河野和夫さん、河野和夫さんつって。で、怒りの頂点で、前でイヤホンつけてたやつが、なんだよ、お前なのかよっていう。お前じゃねえかなってみんな思ってたよっていう。うん。ペンネーム、北明かりの目覚め、非。
ビー玉で邪魔されてラムネが全然飲めてないモグライダーともし角度をつけすぎちゃうんだよね。角度をすげえつけすぎちゃう。ペンネーム母さんと白熊さんが広末涼子についてコメントする当のなぎ子もう全然オーディションには来てそうな感じするな。要所要所くんだよ。イエロー軍曹ふブルーチーズの存在を全否定してくる武田鉄矢臭いねあんなものは足ですあなた足を口に入れますか変ネーム蘇我のクジラ福耳を触らせてくる女だほらほらだって触っていいよ触っていいよだって触っていいよじゃねえんだよそんなに触りたいっつってねえじゃねえかよつペンネームピカワフファンから渡されたビレッジヴァンガードの福袋を普通にゴミだと思って仕分けを始めるマシンガンズ滝沢でもなんかさ路線が変な方向に今動いててビレッジヴァンガードの福袋を喜ぶ人の方に行ってないなんかあのかっこいいみたいな方行ってて あもういいけどっていうかあそういう風になるんだみたいなちょっと不思議な感じでだってモデルさんみたいな仕事してるもんねずっとねマシンガンズの彼ペンネームチェリマツフ振り幅がでかすぎるネタ中と R1 審査員のハリウッドザコシショウまずはネタからだよねでネタやって大暴れした後にちゃんとしたことを言うっていうね R1 できちんとしたことを言うペンネーム蘇我のクジラへで笑いを取ろうとして身が出てしまったモグライダーともしげペンネーム BJ サトル変な綺麗事とよくわからない精神論と自分の夢を大声で叫ばせるブラック企業の朝礼だったブラック企業の朝礼ねなんか遠目で見たいよね遠目ですげえ遠目で見たいポエムみたいなことも言わされるんだろうねペンネームボールペン返してヘキサゴンファミリーの DVD は買い取れないことを100万回は言った口調で伝えるブックオフの店員だってそこのリスト見てくださいっつってパーボーって書いたでしょパーボーねえこの感じペンネーム ED ひろしほ保井健太と原口あきまさの明石家さんまの、違いまずは保井健太からあーなんかあの鬼レンチャンからかな保井健太さんのなんか歌うまキャラみたいの変な感じになってるよね変な湯加減になってるよねラストこれでいいのかな北明かりの目覚めほさあ続いてはホーミーを歌いながら手こぎされてる人いねえよそんな人そんな人いねえからねもともとただホーミーができる器用な芸人なんだろうねただホーミーができるだけだからウェーみたいなあれウェーウェーだよそれなんだよそれ音大出てやることかお前音大出て芸人になってねでいて続いてはじゃねえホーミーを歌いながら手こきされている人だっておかわり来てもやることねえだろっていうホーミーをしながらアナルをほじられてる人同じだよもうさあということで対するはこちらです令和犬坊カルタHo let the dogs out? Who let the dogs out? 他行ですね。篠田マリメッコ、た、武井壮さん、
たった数分前まであんなに饒舌に土佐犬の倒し方を語っていたのに一瞬で甲の甲を捨てたんだけどね甲の甲をしたら効かないっていうね効かない上にいきなり首筋ガーいかれた上にドリル回転あのワニがやるやつあんじゃんあれみたいのやってきてるからねただの土佐犬じゃなくて横綱の土佐犬だったからね犬も行く犬ペンネームビゼン長船とビゼン長船田中みなみに調教されイケメンにだけ積極的におしっこをかけるティーカッププードルあそれをきっかけにみたいにね、ボーペネムマイペースタ助けてと印字されたアイスの当たり棒工場で何かが起こってんじゃんもうアイスの工場で何かが起こってないとこれにはならないからあと当たりじゃねえじゃんこれアイスの棒に助けてって書いてあるじゃん。ペンネームチリマツタタラちゃんの足音はですね、もうこれ何十年も前からこの特殊な専用の棒を使って再現してるんですね。ちょっと待ってください。これ人骨？トコトコトコドーンっていうやつ？ずーっと前から使ってるからもうそういうもう。何代前の人がそれをアイデア出したかもわかんない。亡くなってるし。最初の温厚さん亡くなってるから。で、詳しいやつ入ってて、これ、人の大腿骨、大腿骨ですよ、これ。つって。棒、チェリマツ。大気圏突入しても、お前の肉棒、全然焼き切れてないじゃん。包茎ってすごいな。そんな包まれてんの。そんな包まれてんの。ペンネームケイちゃん。たすきがけをされて、苦しそうなおっぱいを棒で何度かつつけたら死んでもいいですと。俺がこれつけたのは、たすきがけをされて苦しそうなおっぱいっていうことで、結構ぎゅうぎゅうに、ぎゅうぎゅうにたすきがけされて、苦しそうにしてるおっぱいを、ぐいっ、ぐいっってやれたら、もう思い残すことはないです。ペンネーム、かわやかじ、た。楽しんごさんが飼ってるのと同じ犬種なんですよ、は、セールストークとしてはどうかな昔俺折りたたみ自転車買うときにさ、これ先日同じものを真鍋香織さんが買っていかれましたって言われて、いやいやいや、一般の女の子に言うならわかるよ。俺に言うのおかしくないと思って。それは何点プラスなんていう。その俺が買う方向にっていう。ペンネームソフィーと双子の姉妹。田川陽介。犬に乗って20キロ進むという荒技で見事鉄道チームに勝利って犬はいいですよねっつってねえ犬はっていうこれは鉄道ではないですか犬はいいですよねっつってドド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 ドつって
ペンネーム北あかりの目覚め、ちチャウチャウの画像を全て選択してくださいとログイン時に認証画面が出たんですが、その中の8割が生き別れた父の姿でした。ペンネーム乱数調整ナポリタン、ツンデレのデレまで待てずにメイドを棒で殴ってしまう小沢一之。最初失礼なこと言ってんだよね、来てくれって言ってないからあたりで棒でヘルー支配に呼んでこいつって。ペンネームキリングガンス、つかぬことをお伺いしますが、ですね、先ほどからあなたの飼い犬が私の太ももをがっつりと噛みついているんですけど、なぜあなたはパピコを食べながら物思いにふけり続けることができているんですか。ほらほらね、これ噛んでますでしょ、おたくの犬ですよね。ですからこっちを見て。ペンネーム豆腐小僧、通酸湯を飲んだら土佐犬にあんなにズタボロにされた痛みが嘘のように消えました。聞くねー。ペンネームかき揚げ団団員って、伝説の文化祭史上最強の3年2組とプリントされたクラス T シャツを帰宅後すぐに松井棒に加工しました。ペンネーム生地に間でシーマって、展示されてるこの棒は何かこれ特別な棒なんですか。失礼しました、その棒はオナホールを乾燥させるため の私の私物の棒でして、当博物館の展示品とは一切関係ございません。なんで展示ケースのとこ置いちゃってるんだろう。ペンネームオーシャン、これハッとすんだけど、テレビのバラエティ番組で追いかけられた芸人さんが警察犬に藁を巻いた腕を噛まれるシーン、何度も見たことがあるけれど、ニュースで逃走する犯人を警察犬が噛んで捕まえたという話は一度も聞いたことがない。そうだよね、匂いを嗅いで辿ったけどここまではとか、匂いを嗅いでその捜査範囲を、小さくしましたみたいな聞いたことあるけど、あの例のバイキングの西村あたりがやらされるあの辺、あのござまいたみたいな、あの手をがっちり噛んで引っ張ったみたいなことが俺たち実の映像では一度も見たことある。訓練とバラエティだけだよね。あれ今まで何回ぐらいあるんだろう、そうやってちゃんとそうやってさ戦ってみたいな。ペンネームボブサップって、テレビでの好感度を気にしなくなった徳光さんが普通に犬を足蹴りしてました。あっち系だって。ペンネームポコヤカザンと、トッコハム太郎の最終回に出てくる全てのハムスターを食い尽くす犬。世界観も何もないんで、急に一匹だけ劇画の犬が劇画の犬が出てきてっていう。ペンネームボールペン返して、トリンドルレナの偽物クリトリスドシャの。ちゃんと似せられてんのこれ、偽物になってんの。みんな一瞬トリンドルだと思って見てんの。だってさ、クリトリスまではカタカナでさ、字面もまあいいよ、ドシャはドシャだからね、レナと全然違うからね。クリトリスドシャのインスタにはトイプーの代わりにトサイヌが登場する。ペンネームウルトラマンキダ太郎と、ドリエルを服用した人が寝そうになったら棒で叩き起こすバイトで今時給2500円もらっています。何それ、何のためのドリエルなんだよ。虹色ろうそくと、
特殊警棒で七尾にどつき回される夢を見て当然無制をしております。ペンネーム犬は地味変と、トム・クルーズは豆板醤まみれの棒を自らアナルに導入するシーンでもスタントマンは使いません。ペンネーム篠田マリメッコと、童貞を殺す服ですか、申し訳ございません、こちらには置いてないですが、こちらの大体の人を殺せる鉄の棒はございますけど、鉄の棒だよそれは。こんなところですかね。ラスト、三白眼のスクミズアームカバーと、読書になった友人が犬が撫でられないよーと泣いていた。愛犬家だね。読書にはしたんだけど、読書しちゃどう、もう手に毒が染み込んじゃってるからね。犬が撫でられないよー。弱えなお前。ということで、ここでメール投票で勝ち残りのカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが、細かすぎて伝わらないモノマネカルタなら、メールの件名にひらがなでモノマネ、令和犬坊カルタが勝ったと思う人はメールの件名に、漢字で犬坊と書いて、メールの本文の方には住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回で、抽選で3名様にバカ力カードをプレゼントします。メールアドレスはいつもの baka@tbs.co.jp baka@tbs.co.jp です。じゃあ曲です。曲は、ジャンク藤山でドリーミンです。受付開始。さあ、投票はここまでです。今日は両方良かったような気がしますけどね。細かすぎて伝わらないモノマネカルタ356票、令和犬坊カルタ391票、勝ったのは令和犬坊カルタ。令和犬坊の方はちょっと芝居仕立てが多いっていうか、俺のパピコ食ってそっぽ向いてる人すげえ好きだけどね。で、こっち側すごい焦ってる感じとかもいいですけどね。さあ、ということで、勝った令和犬坊カルタ、な行に進みます。で、伝わらないモノマネカルタは、予選ブロックに戻って引き続き、は行の募集になります。さあ、ここに入ってくるのは、チャレンジャーこちらです。裏のイラスト屋、裏ストヤカルタ。さあ、ありとあらゆることにも対応した、イラストがあるイラスト屋にもないイラストがテーマです。他行、他行ですね。例題ですが、虹色、ペンネーム虹色ろうそく、ダンレボをやっている間に持ち物をすべて盗まれている人のイラスト。盗まれてる時なのか終わってパッて向いてないっていう時なのか分かんないけど、盗まれてる時がいる。結構こう背面その荷物に対してなんかあんじゃないか、その軸足は立てたまま一回転しなきゃいけないみたいな時にスッて持ってかれてる。でいて、それはだってさ、ダンレボのコーナーに注意として書かれる可能性があるもんね。そうですね。ペンネームボールペン返して、ち、裏のイラストや、裏ストやカルタ、ち、地域研究部の旅行積立金を地下アイドルのチェキ会で溶かしてしまい、もう学校に爆破予告をするしかないと思い詰めている部活顧問のイラスト。部費に手出しちゃったか、チェキ会で。ね、ということで、令和犬坊カルタ、な行 VS 裏のイラストや、裏ストやカルタ、他行です。それから新しい、カルタのテーマもそろそろ増やしていきたいと思いますんで、そちらもご期待くださいと。
TBS アナウンサーの日比真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには社会全体が協力して脱炭素を実現していかなければなりません。 TBS では2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入するなど CO2 排出の削減に取り組んでいきます。また SDGs キャンペーン、地球を笑顔にするウィークなどを通じて貧困や教育、ジェンダーといった様々な社会課題について発信するとともに、その解決を若者たちとタッグを組んで目指すコミュニティ、地球を笑顔にするアクションも動き出しています。 SDGs は誰一人取り残さず安心して暮らせる地球にするための目標です。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか？詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023 10月7日と8日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。コニーナーズオカタシイヤーイヤーナーズオ叫びをしますから形を取ってください。爪は嬉しい。こう蒸し暑くて寝つけない夜、まず何より僕がね、僕が到着している空の方を選びたくなるっていう、でいてこうなんか夏がなんとなくこう空の方の季節になっていくんですけど、どういうコーナーなのかはまあまあもうメールをお便りを聞いてまあ理解してもらうしかないんで。これずいぶん前から撮ったんだな。ペンネーム消しゴム人生さん。我が子が小学生になって夏休み、田舎に帰省してセミ取りに連れてったんですが、セミの幼虫の抜け殻を見てふと感じたことが空のではないかと思うので判定してください。トンボの幼虫にヤゴという名があるように、セミの幼虫もなんかそんな感じの呼び名で呼んでいた気が。おう、トンボの幼虫はヤゴだね。セミの幼虫、おう。しかし田舎の方言かと母や旧友に聞いても知らないと言われます。でも確かに私は呼んでいたはずなんです。ちなみに旧友も母もダンゴムシのことは豆次郎と呼びます。それも知らないよ。豆次郎は、ダンゴムシはダンゴムシとしか呼んだことがないけど、おお、セミの幼虫、なんか呼び方がありそうっちゃありそうだね。なんかたまにあるよね。しょっちゅうってあるじゃん。しょっちゅうって言葉。しょっちゅうっていうのに漢字があったようなすごい気がするの。だけど、もうこの間ようやくギブアップで弾いてみると、なんかしょっちゅうは、なんかしょっちゅう語っていう言葉かなんかを縮めたもので、決まった感じはないみたいなの書いてあって、本当みたいな。しょっちゅうあったような気がするけど、みたいな。なんかこう、それは、ものでもそうだけど、これになんか呼び方あったよね、とか。下手すればものでもなく、この感情はなんとかってあったよね、みたいな。これやっぱり空脳に入ると思いますね。ペンネームフライングキッパー。
この感覚がわかる人がいればと思い投稿させていただきます。私は3ヶ月に1回ぐらい夜ベッドで横になり、寝る体勢になった瞬間、部屋が反時計回りに回り出す感覚がよく起こります。自分なりにわかりやすく例えるとサイコロの内側にいるような感覚です。体はベッドに固定されていて視界も変わらないのです。脳の中ではものすごくゆっくり部屋が回転しているという何とも言えない恐怖とアトラクション的な感覚に陥ります。 1,2 分ぐらいでその感覚は治るのですが、頭がぼーっとしている時に急に部屋が回ります。これって空脳ですか？とね。
これはあの突発性めまい症っていう僕がなったやつです。これは全く、あなたは僕のことを書いてるのかと思うぐらい全くも持ってそうですが、まあ、私はね、ギリギリ医者じゃないんですよね。ブラックジャックの愛読者で止まってるんで、ギリ、ギリ医者というドクター、まあ、呼んでくれてもいいですけども、ね、ギリのところで、止まっちゃってるんで、なんとも言えませんけども、私は全く同じ症状で、ちゃんとしたお医者さんにそう言われました。難しいですね、その、空脳のコーナーのカテゴライズ。ですね。そうですね。ペンネーム、たまごちゃん。たまごちゃん54歳。私は小さい時お腹の弱い子でした。いつもお腹が痛いと泣くと同居している祖母が自営業で仕事場にいる父に連絡をします。すると父は台所に行き、ティースプーン一杯の白い粉薬と水を持ってきてくれました。ラグポンという薬。このラグポンは父以外触ることのできない薬でした。私の記憶では細かい粒子で少し甘めの薬でした。高校卒業し一人暮らしの準備をしているとき、父に、昔よく飲ませてもらったラグポンを持っていきたいんだけど、今でも売ってるのかなと尋ねたら、あれは片栗粉。お前騙されて飲むといつも治ってたな、と言われました。まさかと思っていましたが、飲ませていた父がそう言うんだからそうなんだ、と納得しました。上京し、一人暮らしのとき腹痛になり、薬もなく、私はティースプーンの一杯の片栗粉を飲むことにしました。片栗粉を口に含むと水分は取られ、水を飲むと固まり、これはとてもラグポンではありません。その後、帰省した時、母に、いやーなんだかんだで小麦粉は、なんだかんだで片栗粉を飲んだんだけど、ラグポンじゃ全然なかったんだよと言うと、母は急に切れて、ラグポンを子供に飲ませるなんて、私は一回負けたことないわよね。私はあなたにラグポンあげてないわよね。と怒り口調で話を続けることができません。まあ確かに母からは一度もラグポンをもらったことはなかったんですが、母が全否定して父が片栗粉だったと言い張るラグポンとは一体何だったんでしょうか。ちなみに姉はラグポンの存在を知りませんでした。何なんだろうラグポン。ラグ、なんだよ、お母さんなんでそんな怒ってんの、子供にラグポンをなんつって。お母さんがキーだけどな、どうやったってお母さんがキーだけどね。もういいよ、他にお腹痛い時の薬あるから、ラグポン以外のやつもいっぱいできてるから、もうラグポンは闇に葬った方がいいね。ペンネーム、とんかつくん。消去法という字。ちょっと手元に小さい針みたいなもんがあったら、横で寝てる母にちょっと消去法って入れ墨してもらえますか。母が嫌だった場合にはなんかもうメモで結構ですけど、消去法。まあ今どうやってもまあ消去法、スマホで出しちゃったりすんのかな。はい。消去法という字を見ると、三髄と、猿という字が二つずつあるのに、肖像画の肖っていうの上ちょんちょんちょんって月って書くやつ。という字は、一つしかなくて、かわいそうだなと思う。なんかこれ消去法ってさ、ほんと改めて見ると、あ、ゲシュタルト崩壊しやすい字だね、なんかね。三髄、肖と法に三髄があってさ、で、方にもその、去年の去が入っててさ、なんかその、なんならその肖像画の章のさ、月の上のとこにも三髄じゃないけど、とちょんちょんちょんってなるじゃんか。なんかすごい気持ち悪い字だね。かわいそう。かわいそうはあんまよくわかんねえけど。なんか空のこう広さみたいのがすごいあっていいですね。さあ、じゃあ。なんかね、空のってね、選んだ時の、その蒸し暑さや引っかかり方によって、こう、なんつうの？採用文の中に入れられるんですけど、この話一箇所だけなんだよな、ペンネーム。逆ネジしめぞうさん。
私は小学生の頃、学区がギリギリ境に住んでいたので、学校内で一番通学路が長い子でした。伊集院がこれどこに引っかかってるのか、じゃあ後で答え合わせしましょうね。下校の時は途中まで友達と一緒に話しながら歩くのですが、だんだんと友達が一人一人消え、やがて一人になります。まだ家まで距離があるので、早く家に帰りたいなと思う時に、頭の中で私が展開していたことは、曲がり角ごとに次の目標を設定して、自分の分身をその先に移すことでした。いわゆる、思えば遠くに来たもんだ感覚の逆で、時間が早く過ぎればいいのに、と、今は辛いけど、その角の先に自分は存在すると、自分より先を行く自分を回収し続ける気持ちでした。ですが、その気持ちが強すぎたのか、今でも、実際の自分は、あの頃の小学生の頃の自分が作り出した幻影なのでは、と思うことがあります。これは、空脳ですか?僕、すごいこの文章の中で引っかかった。空脳は似た系統のことが多いので、普通の番組だったら不思議なことだねって思うところも結構、あ、まあまあ空脳っぽい話って僕は割となっちゃうんですけど、今の文章の中で僕が引っかかってるところが一個あって、いわゆる思えば遠くに来たもんだ感覚の逆という言葉です。なんすかね、なんすかね、こういういわゆる思えば遠くに来たもんだ感覚がまずはわかんない上に逆なんですよ。しかもいわゆるなんですよ。この思えば遠くに来たもんだ、思えば遠くに来たもんだ、だね、この先どこまで行くのやらなんですよ。かすってるようで、これかすってない気がするんですけど、ただいわゆる思えば遠くへ来たもんだ感覚の逆だということだけは皆さんご理解いただきたいです。ねえ、なんとなくもう私はあそこについていて、今のことは思い出してるだけなんだってやると、もう無事向こうに住んで住んでることなんだから、きついの何の言わなくていいんだ、みたいな感覚だと思うんですけど、思えば遠くに来たもんだ感覚かどうかについて私はですね、多少ないともこう引っかかっているということね。空脳の定義が分かった方はですね、これ空脳じゃねえかなって引っかかるものね、あったら送ってください。お待ちしてます。月曜ジャンク一味カルシアのバラギから。桂宮治です。私のラジオ番組のイベント第2弾を開催します。題してようこそ宮治でございます。その2、8月11日金曜日山の日夜6時からお茶の水全電通ホールで開催します。現在お土産付きチケットをチケットピアで販売中です。ゲストはマキタスポーツさん。芸人であり俳優であり子だくさんなマキタさんとはなんと初対面。一体どんな話が飛び出すのやら。イベントもぜひぜひ来てほしいですし、何より日曜朝5時半からのこれが宮治でございますも聞いてください。マイナビラフターナイトでは毎週5組の芸人のネタをオンエア。YouTube の再生回数、リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まります。ぜひ番組や YouTube を聞いて面白かった一組に投票してください。詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイトまで。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、他各社の提供でお送りしました。さっきのさ、セミの幼虫じゃなくてさ、カブトムシのメスを親戚の子が豚虫って呼んでて、
何それと思ったけど、多分荒川区に持ち、葛飾区から荒川区に持ち帰ってて、今ちょっとその CM 館に調べたら、豚メスってもうなんか SM の罵倒用語みたいな呼ぶところもあるらしい。だからあんのかね、セミもね。さあ、ね、今週はね、ちょっとね、ベストバイ、ベストバイで送ってもらった作品系っていうか漫画とか読んだんですけど、ね、ペンネームモスガバガバ、まだ単行本出てないんですが、ヤンマガ新連載の野球漫画始球時がやばいです。第1話、甲子園決勝45回、2アウト満塁から話は突然始まります。二人の天才と秀才の戦いなんですが、両方ともとてもおかしいです。目一杯ハードル上げたスタートですが、その後の話もやばいです。名作になるのか失速するのか、作者のアッツがすごいです。これだから単行本になってないから、あの今は電子で雑誌が買えるんでありがたいもんで、遡ったまに5、6話だと思うんですけど見ましたけど、漫画としては相当どうかしてるね。息切れになる可能性も結構高いよ。なんかそのとんでもない天才と、その天才をぶっ潰そうとしてるな、まあ最初憧れてるようなその子がいるんだけど、この天才の子も憧れてる子もちょっと育った環境がいびつすぎて、とてもじゃないけど明るい感じにならなくて、この後やべえなみたいな感じはずっと匂いはしてんだけど、マックスで行きすぎてるからどこまでこれ行くかなっていう。で、あとはもう 1,2 年前に評判になって、今日も岩井くんに聞いたらあれはいいですよって言われたぐらいだから、知らないのは俺だけかもしれないんだけど、ペンネーム、サクサクさん、ネットフリックスやアマゾンで配信中のアニメ、オッドタクシー全13話を見てほしいです。主人公のタクシードライバー、小戸川博を中心とした群像劇になっています。41歳のおじさんが主役です。彼の趣味は深夜ラジオと落語。風貌は伊集院さんに似ています。うんぬんってことなんですけど、これめちゃくちゃ面白かったわ。まあ悪い癖だけど、13話全部見ちゃった。なんかね、全然ネタバレしないように言うと、なんていうの、動物の街なんだよね。場所が動物の街で、このオドタクシーの人も、なんか、生打ちみてえな、キャラで、いろんな動物が生き返ってて、なんかこう、最後まで一気に見ちゃって、13話見たところで、まあ、発見に取られたり、あと、動物の森のことをちょっと思い出したりとか、なんかもう久々に俺の動物の森を見てみようかなと思ったりとか、いやなんかもう名作なんで今更伊集院って言うかもしれない。映画にももうなってるらしいんで、で映画の方はまだ見てないですけど、いやこのよく紹介してもらって本当にありがたかったです。あの確かにその好みがあるから、こうやって言われてみてもハズレはあるだろうし、いや俺自体も正直教えてもらってハズレのものもあるんだけど、こういうのを教えてもらえるとなると、本当に感謝しかないです。スターウォーズ新たなる希望のシネマコンサート開催。社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテインメント、スターウォーズシリーズ原点となる不朽の名作を大スクリーンでの映画全編上映とフルオーケストラの生演奏でお楽しみいただけます。作曲家ジョン・ウィリアムズの代表作、スターウォーズ伝説はここから始まった。 TBS ラジオ主催、スターウォーズ新たなる希望シネマコンサート、9月24日大阪フェスティバルホール、9月30日東京国際フォーラムホール A で。